こんにちは、中村太一です。こんにちは、鈴木はじめです。はい、今回はですね、先生にキモキモ筋をやってもらいたいなと思ってます。キモキモ筋？え？そうなんです。初めて聞いた。初めて聞いたんですか？うん。そのキモキモっていうのはね、またちょっと気持ち悪いよみたいな。そのキモキモでいいの？そのキモキモでしょ。え？違うのかな？違ったらちょっと早いけど、でも俺はそう思ってました、ずっと。そんな認知されてる戦法なの？そうです、ちょっとキモい筋があるんですよ。はい、はい、その戦法を先生にちょっと研究してもらいたくてですね、はい、実はこのキモキモ筋、私が言ってるだけじゃなくて、将棋ウォーズのエフェクトにもなってるという、ね、認められちゃってんだ。認められてます、正式に。はい、ちょっとやんなきゃいけないですね。そうなんですよ。我々はね、どういう戦法かね、やっぱ知らないとね。まあ普通金ってまあ守り駒じゃないですか。はいはいはい。で、守り駒がまあやっぱりちょっと前に出てくから、キモい、ちょっとキモい動きするんですわ。どう前に出てくるんですか？こういうね、ちょっと見てくださいよ。これがこうなってですね、金をね、登っていくんですよ。うん。おー、もう早速あれだ。で、こう、もう一個、そう、ここまで上がっちゃう。で、ここまで上がると相当キモいです。確かに3段目でもキモいって言われてるからね。はい。なんでここまでキモいかって言って、これ戻れません。そうね、そうね。はい、もう二度と戻ってこれない金の感じです。確かに。はい。でもこれをまあ中村太一八段にこう味付けをしてもらって、もうキモいけどキモいけど美味しい戦法にしてもらいたいなと思ってます。いや、ちょっとネーミングかわいそすぎない？キモい、いやいや、そうですね。だからキモキモカワカワとかにして、キモカワキン、キモカワキンに変えられるように、ちょっと我々でキモカワキンにしていきましょう。うん、これね、わかりました。はい、ちょっとやってみるか。どんなのかちょっとまだ想像もつかないけど。はい、これはいけそうですか？なんか、第一巻は。第一巻は、いや、もう、金は守りの駒だから。よくない戦法に思えちゃうけど、ちょっとやってみましょう。はい。じゃあ、用意、スタート。はい。ということで、まあ、こうやるでしょ？で、相手が居飛車で来るのか、振り飛車で来るのか。まあ、居飛車党は多いんでしょうかね。はい。かね、こうやるの。うん、ちょっと待って、これもう金上がれないじゃん。え、本当だね。本当だねじゃない、これ疲れてやばいじゃん、もう。やばいね、これ。だって金上がったら疲れるでしょ。つきます。同歩でしょ。はい、同飛車でしょ。あれ、これ飛車成り受かんないよ。ここ銀で受かるかと思うけど、これ銀上がったら角取られちゃうから、ね、これ取られちゃうね。どうすんの、やばすぎない？やばい金。え、だからすぐ上がっちゃいけないんだ、金。あー、なるほど。こうとかやるのかな。じゃあ、こんな感じですか。ちょっと受けないの？まあ、受けてみるか、一回ね。いや、でも相変わらず上がれないんだよね。こうか。ちょっとキモい動きしてくるかなっていう。いやいや、これキモキモキン知ってるじゃん。ずるいでしょ。でももうこの時点でちょっと気持ち悪いから、もしかしたら相手がこう警戒してくるかもしれないよ。一応ね、こうやったらどうすんの。ずる。一応大志さんに警戒させておかないと。取ったら角取るんでしょ。うん、取れる。だろ。うん、角つく。ずる。え、キモキモ筋対策じゃん、もうこれ。これキモキモ筋対策違いますよ、先生。やめてなさいよ、そうやって。キモキモ対策されてやってんじゃない。キモキモ対策ですか？で、こうか。家具に紐つけるべく。あ、なるほど。じゃあ、こうですか？こうやって。おぉ。で、やってっか。これで上がれるね。家具に紐ついてるから。でもなんかこうやったら？で、飛車引いて。棒銀。やばいね、やばいね。あ、でもキモキモキモくんか。キモキモキモくん、うん。金銀交換になるね。金銀交換は損だよ。どっちが？そっちが。キモい金取って嬉しいの？キモい金取っても金は金だもんだって。あ、そう。うん、もうちょっと対策が必要だね。キモキモにはね。あ、そうか、これ振り飛車するか。キモキモプラスで、キモキモプラスで振り飛車をしちゃって、はい、
まあ、下に水出ししちゃってる。こうやってこうで、うん、こうで、こうで、こうでしょ。で、こうでしょ。で、振り飛車するか。おお。じゃあこうだ。いや、でもこれやっぱ上がれないんだね。どうやっても上がれないわ。どうやっても上がれない。困ったね。ここね。これ困ってるね。居飛車困ってんね。ちょっと待って。これ、ちょっとどうすんだ、うん、あれ？こうやってこうやって、こうやって、こうやって、はい、こう。はい。どうしたらいいの本当に。だからやっぱ、こうだね。で、こうか。こうか。キモいよ。キモいの2つ出してきたね。これキモいね。相当キモいよ。これ相当キモいよ。うん、え、これ気持ち悪いちょっと。なんだろう。ちょっと引いちゃってんじゃん、気持ち悪い。ちょっと引いてるわ。え、こうか、キモキモ。何2人も出てくるのこれやばいじゃん。ここぐらいついてもいいでしょ、うん、キモいね。はあ、ディフェンスがね、キモいね。あ、これなんかいいじゃん。すっごい簡単だ。相当手厚いよ。相当手厚いよ。やだねこれ。相当破れるよあっち。でも一応ね。何これ好きできちゃってんの？いや取るよ。先打つのがいい手か。いい手だね。いい手でしょ。これきつっ。振り飛車もきついのかな。相手居飛車の時、いやちょっとそうか、相手居飛車の時はちょっと結構きついわ。ちょっと振り飛車やってみてくださいよ。振り飛車、うん、居飛車ってきたらどう。でも相手居飛車ってくるかもしれないよ。でどうするの、こう、うん、やだね、なんかね、こう、これいいね。スムースだね。あ、おお、いいじゃん。え、なんか銀よりスムーズだよ出だしが。へえ。挟まれる心配もないし、銀挟むみたいな。おお。ついて同歩同飛車とか来てさ、はい、ここに歩打つじゃん、はい、この時銀だったらさ、ここかすめ取られちゃうけど。なるほど、金だから大丈夫、隙がないね。で、こうやったら、まあ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 、別にまあまあ、どういうことですか。まあ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 別に。そんな、そうかな、大した手じゃない。でも結構自信あるけど。そうですか。はい、もう全然大した感じしないけど、ね、大した感じしない、うん、これぐらいはやっぱ、例えばまあ取って一例を、まあこれくらいは別にこれくらいは別に痛みも感じないけどな。これくらい痛みも感じない、うん、別に、うん、これくらい先生、これくらい本当に大丈夫ですか。うん、なんでなんで、ちょっと待って、痛み感じない、うん、じゃあ中にポコって見るか。うん、隠れ持っていて。お、うん、なに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 、うん、自信あり。うん、そうっすね。え、なんで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 本当ですか、うん、先生どうすんの。だってここ進めてもいいけど、お、恥かくのは君だよ。おー、いいっすね。そこに入れたいので、別の戦いが始まっちゃうけど。いやいやいや、だってなんでなんで、ここで。じゃあ、じゃあ、せっかくの言葉をちょっと、はい、何何何何、今日取ってみて、別に何
そうだね、コントね。そんなに話かけてないの。え、さすがですね。いや本当に別に、なんでそんな信用してないの。そうか、今なんか騙されてる気がするんだけど、皆さんコメント欄で教えてくださいね。振り飛車は大丈夫なんだ。振り飛車大丈夫なんだ。じゃあ指飛車だね。飛車なんだ。じゃあ後手なった時のことを教えてください。やばいね、それは。一応それはやばいね。いや一応ね、先生が後手だった時のことをね、やっぱり研究パートナーとしてはやっとかないといけないですから。はい、じゃあ、はい、行きます。はい、お願いします。変えてくるのありがたいんだね。あ、変えてくるのありがたい。うん、おお。あれば今取られてたね。あれ取った。痛いね。だからそうだ、下から打たなきゃいけない。下から打つよ。うん、で、こうかな。で、こうで座ってるかな。うん、で、こうだ。で、こうだ。決めたね。で、そうか、同角でつけばいいんだ。はい。居飛車が強敵だな。振り飛車にしてもなんか。振り飛車の時はキボキボキはあるけど、居飛車金が出てけないんだよな。なんでだろう。金が出てけない。いやだからさっきみたいなこの金。もう一丁キモキモキを作るっていう。もう一つのキモキモを作る、うん。それしかない。居飛車で来た場合はね。キモキキを2つ発生させて勝負する。キモキモ、キモキモキンだね。キモ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 キン。なんか大きい。牛タンゲームみたいな。すごいね。いっぱいのキモキモで勝負するっていう。ってことだ。自信あり。かく乱させる戦法だと思う、やっぱり。これは、相手がかく乱するかどうかの勝負。キモいもんだって、相当キモい。これ、銀2枚来たって相当キモかったよ、さっきの。ああ、確かに。見たことない形だからね、うん。相手の人も結構悩むね。いや、ちょっと。私は少なくとも初めて知った、この金。楽しみっすね。キモキモキ。いや、いけるかなぁ。いけるかなぁ。じゃあ、対局、行ってみましょう。お願いします。お願いします。いやちょっと誰も、あ、いやもうちょっとこっちでやらせて、ちょっとお、悩んでおります。悩んでるね。対戦相手を悩んでおります。こんな人が来る、この時間楽しいよね。ドキドキする。ドキドキ。お前がこっちで。5段の方ですね。振り飛車の方か。お、お願いします。あ、いや振り飛車の方ですね。これは居飛車かい。居飛車になった。ナイスタイミング。居飛車かい。ナイスタイミング。居飛車くせえぞ。得意振り飛車って書いてなかった。キモキモキンいきます。キモキモキン。キモ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 キン。いやでもこれ研究通りなんじゃない。いや我々研究したやつじゃないですか。ちゃんと研究通りになるのがすごいよね。ね、だからパートナーがいいっすよ。セコンドがね、いいからね。研究通りになるのがなんか受けるよね。この金の2枚のブロックを。金も金。すごいね、これ。過去に入れ。これ、今から。相当キモいよ、これ。相当キモい。うわ、倒しに来たな。本当か？倒しに来ましたね。30秒。でもキモキモ金はこんなキモい金は取られてもそんなにキモいけない。簡単に捨てられるっていう。あ狙ってた。狙っ、ナイス。騙したと思ったら騙されたか、これ。あ、これ痛い。騙したつもりが騙されたか。これ大手飛車すると角合わされちゃったんでね。狙ってたんですね、さすが五段。技を持ってますね。うん、強い。強いぞ。いや。いや、でも相手、見たことない形だから。見たことない形だからね、悩んじゃうよね。
時間を使うよね、うん、一応王手飛車ちらつかせてるっていうのはあります、こちらはね。うん、それが技なんですね、うん、深井ちゃんお子さんもね、どうやって崩すかって悩んじゃうね。いかにも崩れそうなんだけど、意外と大変みたいな。いやー、突撃。突撃だ。いやー。いやー、しかし、深井ちゃんお子さん、筋がいいか？筋いいね。筋いいぞ、これ。あるよ。何が？うおーキモい金相手の金もキモいぞ相手の金もキモい互いにキモいどっちどっちのキどっちがキモいかみたいな勝負になってきたいやキモキモいねいやーなんか辻いいな辻いい動きがちょっといい動きしてる。いい動きしちゃってんね。いやいい動きちょっと待って、これ強い。強いぞ。強いちょっと聞いてたのと違う。これ五段ちょっとずるいぞ、これ。強すぎるね。ちょっとこれ違うぞ、話が。1分30秒。ちょっとこれはね、いかん。これはいかん。これは聞いてたのと違うわ、さすがに。いや五段強いっすよ、もう先生。これ7段だわ。これ7段ある？うん。あー、これ。いいねで、これ押せ押せあいや、これ痛いよ血出てる痛いよ頑張れ出てるねあ、出てるわ出てるどういうこと何出てるってどういうことですか出てるとはあ、出た頭が血が吹いてる吹いてる力持ち時間も吹いてる吹いてるね血が吹いてるねいや気持ち吹いてるわこれ血が止まらないね血みどろお頑張れ強っ激しくそっちなんあ、時間がない30秒20秒うわうわ負けました負けました局面も負けですダメですついちょっとね強かったよこれ相手の方強かったねこれキモい金打たれたもんね相手にキモキモ返しされてたすごい金だったねすごい金だったねめちゃめちゃいい手だったね迫力あったねめちゃくちゃいい手だったよねめちゃめちゃいい手だった
ちょっとびっくりした。解析しよう、これ。鬼神解析するか。うん。ちょっと見てみましょう。ここでやってもいいんだよね。いいんですよ。精密に行きますか。緻密にね。緻密に行こう。任せろ。ちょっと解析してくれんのね。どんな感じなんだろう。いやでもなんか途中から筋が良すぎましたね。強すぎ。強かった。すっげー筋いいと思ったもん。うん、なんか銀捨てて風打つとか。嫌だなと思ってたね。嫌だなと思ってたところ全部疲れてたから、いやすごい強かった。いやでも金打ちは見えなかったね。うん。なくせえさん。そこ何何どうなっちゃったの？ここがいけないよって言ってるね。あ、下寄りが。うん。何がいけなかったんだろうね。ここが歩打つの、歩打つのかな。ちょっともう一回やってみる。ダメか、できないか。あ、歩打つんだ、歩打つんだ。いや、2、2、3、8、1、4で読んだんだけど、3、7、金のもう一回キモキモ金があったか。もう一回キモキモ金もう一回キモキモ打ってれば互角。いやでもこれはえ、ちょっとこれ互角でもこれマイナス477の悪いね、形勢悪いんだ。じゃあ良かったのかな。え、キモキモキン打たれてまずかったの。ここで、ここ見たいっす。ここか、ない。あ、か、ここで見てみようか。うん、行ってね、行って願いを叶えてやろう。運休しちゃったらいいけど。ああ、じゃあ三人金に互角になったのかな。三人金見てみようか。うん、ここで見てみよう。ここで見てこう。うん、任せろ。いい手なんだ。いい手なんだ。なんか三人金もあるもんね。うん。だ三人金と四九飛車ほとんど変わんないもんね。うん。いや、これ二七飛車成りの方がいいかなと思ったけど、よかったかな、やっぱこっちの方が。うん。実践的には。そうね。なんかそっちが見えないかもしれないね。いや、強かった。いや、でも強かったね。いやでもやっぱりちょっと金の動きにちょっと無理ありましたね。だってさ、今気づいたけどさ、はいはい、ひもきもくんしてる間にさ、私玉行っても囲えないよ。そりゃ勝てないよ。だって相手身の囲いに囲ってんだもん。そうね、やっぱりちょっと無理ある戦法もあるってことだね。ひもきもきになんて使ったの私。やっぱりあんまりキモい気良くないってことが分かったね、ちょっとね。俺はね、気づいた、今気づいたけど俺曲だったわ。そうね、やっぱり王様はね、金銀3枚で守りましょうって言うしね。金出てっちゃったらね、ちょっとやっぱ王様も囲えないし、うん、最後も金がいないせいで身の囲い薄かった。身の囲い なれなかったもんね。なるほど。いやいやいや、でもね、勉強になりました、勉強になりましたね。はい、はい、さあ、ありがとうございました。